こちらヒエロって言いまして、日本のメガネなんですけど、パープルなんですが、後ろがピンクで、通常の形なんですけども、通常のメガネでちょっとだけこう、アクセントを入れたい女性の方など、あまりメガネを主張したくないんだけども、ちょっとだけこう何かこだわりたいという女性の方などに、人気のメガネですね。こちらヒエロハウス。これ香港で買った子ですね。すごく評判が良くてですね、うちの匂い全部これにすることにしました。まあちょうど匂いが切れるんで、こうですね。まあ、香港はちょっと違うんですけど、香港も終わったらこれにしようかな。1万円ぐらいなんですよ。安い。バオバブとか使ってたんですけど、お客さんにも聞かれますんでね、よくこれ買います。新宿法務局です。うちの定款です。実はですね、メガネ屋なんですけど、お見ての通り全然メガネ屋っていうのがなかったんですよね、今まで。なもんで、今日なんとこの何行かを付け足すだけで3万円かかります。3万円って言ったら、このソニーのアクションカムの新型が買えちゃうんですよ。アクションカムの新型がね。でもこのところに1行載せるだけで3万円です。なので、目的追加しました。今日目的追加しました。メガネの輸出入、製造、販売、リースおよびにメガネ店のコンサルティングで、さらにもう一つ今回追加したのが、宿泊施設の経営運営コンサルティングで、不動産を上に持ってきて、媒介仲介、あっせん、賃貸および管理コンサルティングで、7番の宇宙旅行、夢の実現応援業務も上に持ってきました。で、下のインターネット系ですね。で、15万まで3万円です。これでアクションカムの新型変えちゃいます。新型欲しいですね。とにかくこれでまた今日の夜から香港です。はい、失礼します。今日は本気で間違えた。明日の朝5時かと思ってたら、今日の夜1時でした。初の日、ちょっと最近指食ってて全然わかんないです。今がもうちょっとで12時、1時間前ギリギリ、羽田国際線ターミナル。今日も何の言い訳もできないですね。危なかった。羽田がロマンチックになってます。知的財産侵害物品、メガネもたくさんあるんですけどね、最近ここにないですね。ラーメン、つけ麺です。ラーメン、つけ麺、今が0時、半、11時10分の、香港エクスプレスです。行きます。つけ麺をいただきます。香港に行く前につけ麺です。